はい、本日ご紹介するのは、ノースフェイスの、バーサタイルショーツです。本日はこちらについてご紹介していきたいと思います。まあ、春夏のというか夏のですね、ノースフェイスの非常に人気なショートパンツで、毎年、色から変わってここ数年は発売されている商品です。で、今日はご紹介とともに、一番どちらかで悩まれる方が多いかなと思って、今日パタゴニアのバギーズショーツについてもちょっと持ってきたので、ちょっと後々こちらとの比較についてもお話ししたいと思います。まずはじゃあバーサタイルショーツの紹介からになります。素材なんですけど、こちらが、ノーステックの、クロスドライフェイスという、まあ、ナイロン素材ですね。防水加工の施されたナイロン素材を使用しています。で、静電気除去加工、静電気の起きにくい素材になっているので、まあ何ですかね、ホコリとかが、まあこれブラックなんですけど、ホコリとか目立たないような配慮も一応されています。見た目非常にナイロンというよりかコットンライクな感じですね。バサッとした感じの素材感になります。裏面こんな感じですね。裏面ちょっと見にくいんですけど、ここジッパー式のポケットですね。こんな感じでついてますね。はい、で、裾なんですけど、まあパイピング入ってるので多少、ホールドは効くような感じになってるんですけど、まあここのドローコードで最後締めていただけるようになってます。でここに何ですかね、スリット入ってますね、裾のとこに両サイド、これ外側だけですね、外側だけ、はい、こんな感じでスリットが入ってます。まあ、表地はちょっとこんな感じで、ちょっとここ裏返してみないと分かんないことが結構あるんで、ちょっと裏返してみたいと思います。ちょっと色ブラックよりあれですね、他のカラーの方が分かりやすいかもしれないんで、ちょっと別の色でご紹介したいと思います。ちょっとじゃあこの、フレームオレンジという色でご紹介します。ちょっとじゃあ裏返していきたいと思います。こういうナイロンショーツ系って結構表見た目変わんなくても、裏地の何ですかね、作りが結構違ったりすることが多いんで、で今表面裏返してみるとこんな感じです。品質表示タグと、まあ、ノースフェイスのタグついてます。これ S サイズ今日持ってきてます。でポケットなんですけどこんな感じになってます。体から、離れてる方、外側に向かってメッシュ生地になってます。で、まあ、裾の3分の2ちょっとぐらいですかね、まあ、若干下までスペースありますけど、まあ、このくらいの長いポケットになってます。iPhone SE なんですけども、まあ、2個分ぐらいの深さですかね。で、ステッチなんですけども、外側こちら側と、まあ、上側で止まってる感じなんで、こっちはちょっとバタバタする感じです。ここは止まってないですね。でノースフェイスのロゴ刺繍なんで、裏側こういう感じになってますね。貼り付けじゃなくて刺繍です。こちら裏面になります。裏面はここまずポケット止めるための補強用のステッチが両側にこう今通しで入ってるんですけど、まあ、ポケットは、右のお尻の方だけですね。はい、こちらも半面メッシュになってますね。体から外側に向かっての方がメッシュです。
で、これも、まあ、上だけが止まってるのでこんな感じでバタッと動くような感じですね。はい、また表戻りまして、こうやって見ていただくと分かりやすいんですけど、これ向かって体側の方ですね、体側の方がナイロンになってて、外側の方がメッシュになってるんですけど、まあ、これ何がいいかっていうと、こう例えばこう物をこう入れた時に、体側の方がメッシュだと、こう引っ張り出す時にこうメッシュ側にこう携帯とか物引っかかったりするんですよね、カードが。このメッシュの目のところに、体側がナイロンだとこう力かけて抜いた時に非常にスムーズに取り出せるようになってます。これはメーカーごとに違いあるんですけど、いいところかなと思います。はい、じゃあディティールについての、バーサタイルショーツについてのちょっとご紹介はこんな感じ でよく比較されるパタゴニアの、バギーズショーツとの違いについてちょっとご説明したいと思います。バギーズショーツについての紹介は別の動画でもちょっとやらせていただいたんで、そちらもご覧いただければと思うんですけども、こちら素材はサプレックスナイロン、同じく撥水加工のされたナイロン生地使ってます。で、これ今どちらもS サイズなんですけども、メーカー公式サイトでどちらも実寸載ってるんで比べてみると分かるんですけど、まあパタゴニア、こちらも S サイズ、今ノースフェイス、こちらバーサタイルも S サイズなんですけど、実寸で見てみるとほぼというか数値は、出てる数値は一緒なんですね。ノースフェイスはこのウエスト周り1周70センチで、バギーズショーツ、これここからここまでが35センチっていう表記なんで、まあ一応これで70センチということになります。表記サイズについてはどちらも一緒ですね。まあノースフェイスは、日本の商品はゴールドウィンっていう日本の代理店が作ってるもので、US とはちょっとサイズ感とか結構違ったりするんですけども、パタゴニアは基本的に US サイズなので、同じサイズで比べたときにパタゴニアの方が大きいことが結構多いんですけども、今回に限ってはノースフェイスの方がまあ何ですかね、普段より大きめのサイズ感になってるっていう感じで言えると思うんですけども、こちらも表記 S サイズでほぼ同じ実寸ですね。股下もこれどっちも実寸13センチというふうに書いてありました。バギーズショーツについてはサイズ上がっても股下は変わらないんで、ノースフェイスの方はサイズによって若干股下に前後できますが、まあ1センチ2センチの違いになりますね。サイズ感についてはまあもう片方持っておられる方は、まあ、その片方に合わせていただいて選んでいただくと結構楽かなと思います。ポケットですね、ちょっとじゃあ裏返してみましょうかね。ちょっとパタゴニアの方は、まあ、一番のこれ大きな違いなんですけども、パタゴニアの方はインナーショーツが、メッシュのインナーショーツがついているので、まあ、ちょっと裏返すのも大変なんですけど、パタゴニアの方がより水陸両用というか、まあ、そのまま、下着つけずにこのまま着ても、スイムパンツとして、まあ、使用できるような仕様になってますね。バーサタイルの方はメッシュのインナーショーツついてないので、普通に下着つけてまあ、マッチ着とか普段着とかで使うようには、まあ、メッシュが結構煩わしいって方は結構多いと思うので、そういう使い方をするときには、こちらの方が非常にいいんじゃないかなと思います。でポケットの付き方もこれ結構違って、パタゴニアの方は ここですね、こっからこう、これが全部前側のポケットなんですけど、パタゴニアポケット全面が縫い付けられてて、まあ、ボディとこう一体化してるんですね。なのでバタつかない
っていう意味に関しては、バギーズショーツの方が機能的には一応優れてる点ですね。ノースフェイスの場合止まってる面ここだけなんで、例えばこれで走ったり、ここ物入れて走ったりとかするとここだけこうバタバタってこう何ですかね、揺れちゃうと思うんですけど、パタゴニアの場合は、生地に追随している、全面的に縫い付けられているので、それがちょっと少ないんじゃないかなと思います。パタゴニアのメッシュの面が結構、ここだけですね、一番裾の部分だけになってて、少ないなっていう感じに見えるんですけども、パタゴニア曰く、ここのメッシュは本当に海に、水の中に入った時の排水用で一番効率の良い場所についているので、実用的にも問題はないかなと思います。ポケットの中もメッシュの面ここだけなんで、物を取り出す時とかもパタゴニアは非常に楽ですね。引っかかりも少ないです。その点に関してはノースフェイスも引っかかりはあんまりないんで、どちらもいいかなと思うんですけども、で裏も見てみると、バギーズの方はメッシュの付き方がこれ逆なんですよね。ノースフェイスと、ノースフェイスは体から離れた方がメッシュになってるんですけど、逆にバギーズは体側がメッシュになってますね。これは物を入れた時にちょっと、もしかしたらバギーズの方が引っかかりがあるのかもしれないですね。バックポケットはバギーズショーツの方も、下側が止まってないので、ちょっとこうブラブラするような感じですね。付き方こんな感じで一緒ですね。はい、でここ若干リブ、リブの太さがバーサタイルの方が、倍ぐらいですね。ウエストリブ倍ぐらいなんですけど、締め付け感はパタゴニアの方が結構あります。ギャザーが結構これちゃんと伸縮して、こうキュッと締まるんで、ドローコード使わなくても結構フィット感あります。バーサタイルの方は結構もともと何ですかね、そこまで伸縮性がないというか、結構伸びきってる感じで、そこまでこうキュッとこうリブがちっちゃくならないので、よりフィット感については緩い感じのフィットになってます。その分ちゃんとドローコードでどちらもパタゴニアの方もそうですね、調整できるので、お好みのフィット感に調整するのは、どちらも簡単かなと思います。で表戻していただいて、バギーズの方は右側のポケットに、こんな感じでキーループがついてて、鍵とかここにつけられるんですけど、バーサタイルはループ特についてないです。大きくそのあるなしの差で言ったら、今回はそこら辺ぐらいしか見つけられなかった感じですね。非常に機能的にも使い勝手的にも、似たり寄ったりな、どちらもいい商品になってるかなと思います。はい、で選び方なんですけど、水陸両用とか、何ですかね、海とかでのそのままの使用も考えられている方は、バギーズショーツの方がいいかなと思います。インナーショーツついてるので、本当に下着つけなくてもそのまま海水パンツとしても使えてしまうような、非常に機能性の高い商品になっていると思います。逆にバーサタイルに関しては、インナーショーツついてない分、下着をつけて普通にマチバキのショーツとして履いた時の、着心地はやっぱりこちらの方が上になってくるのかなと思います。あとインナーショーツない分、こちらの方が重量非常に軽いです。取り回しもよく、収納もこちらの方がよりちっちゃくなるので、より軽量で、扱いやすいパンツお求めの方は、バーサタイルショーツの方が今回はおすすめなんじゃないかなと思います。最後に値段ですね。バーサタイルショーツの方が一応6380円、バギーズショーツの方が7150円になってます。値段に関しても、こちらはインナーショーツがやはりついてます、こちらはありませんという、そこの違いになってくるかなと思います。スペックで今回は比べていただいて、
お買い求めいただくのが一番いいかなと思います。はい、じゃあ今回は、ノースフェイスのバーサタイルショーツについて、ちょっとご紹介して、パタゴニアのマギーズショーツと、今回は比べてレビューしてみました。以上になります。